声優江口拓也さんの香川のプレー想像の100倍くらいうまかった。いやそうだよね、みんな見た、剣爪氏と江口拓也さんのコラボ動画。江口さんのね、声優てか声入れてるキャラクターが、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの8万、引き貝8万役主人公の役と、あと東京リベンジャーズのハンマ、やっぱマイキーダーリーとかね、あの方とか、もう真似するの遅い多いんですけど、あとバキの花山香織さんとかね、ガンダムの主人公とかもあるんかな、めちゃめちゃ有名な方なので、もうね声聞いたら、あーはい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 ってなると思います。いやめっちゃ楽しそうにやってたし、超神コラボだったんで、合計で4本上がってくるんですけど、1本がね昨日上がったので、皆さんもこの動画見る前に見てください、お願いします。ヘイヨーケンツメッシュです。今日のクラやってくるんですけども、皆さん新環境どうでしょうか。あのさ、新環境何がすごいって、呪文が全部使われてんだよね。例えばこれポイズン雪玉、はい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 、これライトニングトルネロリババ、はい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 、でクエイクウッドデリバリー、はい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 、で矢の雨も今ボンバーとか縦線にも強いし、枯渇も復活してロケット増えたし、ファイヤーボールもさ、まあ言うてこうずっと強いし、雪玉も強いじゃん。だからファイヤーボール、雪玉、矢の雨、ロケット、ライトニング、ファイオポイズン、ロリババ、ウッド、全部使われてて、ラバクロマギからクローンも使われてて、ゴブスパマギからレイジも使われてるっていう。使われてない呪文が今ないんすよね、実は。ねえよな。ないよな。ザップも使われてます。はい。なので、全呪文が使われてる環境ってところで、それはもうバランスいいんじゃないでしょうか。といったところで、今日はポイズン雪玉、ライトニングトルネロリババ、そしてクエイクウッドデリバリーを使っていこうと思います。で今日ね、リーグがあるんですよ、個人のリーグがあって、家にね、麦と雷キが来てね、みんなで楽しくやっていくんですけども、まあ、雷キは多分動画撮るんかな。で、雷キが5時からのブロックだから終わったら、俺と麦で配信しながらやると思うんだけど、楽しみにしておいてください。ギガ、これはファルチェの感じですかね。バルンかないて。ちょっとここのディガーは、じゃあトリトンちょっとやっちゃったかな。はい、雪玉打って一応ノックバックさせていきましょう。あー、ディガーボールブレイカーとかかな、ワンチャン。ザップやっぱいますね。まあ、スケセパから入ってあげて待ちましょう。まあ、ディガーにダクに合わせればすぐ溶かせるから熱いよね。さあ来ました、 OK で、どうしようかなって感じですね。テスラ切った、あーまあトリトンでいくか。これまだファルチいるんかな。テスラ入ってるからファルチいなさそうなんだよね。だバルーンだと思いたいんだけど、呪文がまだわからん。ザップでしょ、なんだろう。雪玉打っといてあげて、で、ハンターでまあ、バルーンを守ればいいから。あー、やっぱり、バルーンっすね。これ、逆水欠剤からの左守りつつ、持ってきてんな。バルーン来るかな。まだ来ない。OK。こうですね。いや、いた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 、ファルチいた。ダクにいい感じにかわして。OK。素晴らしい。オッケー、これはいい感じよ。逆サイに飛ばしたい。飛んでた。オッケー、これ雪玉マジ強いとこで、これガチで雪玉の強いとこですね。オッケー、戻ってきた。これよし、ハンターで守りつつ雪玉で守ったけど、いや強いねー、強いなー。雪玉の逆サイ飛ばしバカ強かった。あれトリトン出してあげて、はい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 、回収で、こうなったらもうジャイですね。でダクネが強いから、そう、こうやってダクネが両サイドに散ってくと強いですね。雪玉飛ばしてあげて角度をちょっと作ります。いやー、素晴らしい。で、まあ一応ポイズもね、使ってってあげて、グッドゲームと。非常にバランスのいいですね。やっぱポイ雪が今ちょっと増えてるかなって部分なんですけど、まあ割とポイズンなしでも、なしっていうか、そのあんま使わないで勝てる立ち回りとかもあるんで、いい感じですね。続いて、
これいきましょう。ライトニングトルネードリババ。いや、マジで呪文全部混在してる環境って珍しいと思うんだよな。言うてさ、ファイボ環境とかさ、ポイズン環境とかライトニング環境とかあったじゃん。全部マジで余すことなく今、ロイホグとかも強いからデリバリーも強いしみたいな。で、クエイクも強いしみたいな。珍しいと思うんだよね。サムネ見ただけで、うわーなーってなるでしょ。江口さん知らねえしみたいな方、その全員が全員知ってるわけじゃない、でも絶対聞いたことある声なんだよね。だからあのコラボでマジ見てほしい。あのね、江口さんの印象爆上がりよ。めっちゃクララ楽しんでってる。もうね、コラボしててクソ楽しかったもんな。今回その初対面だったんです、家に来た時。そうだったんだけど、めっちゃ楽しく動画撮れて、もう幸せパウダーですね、これは。しかも俺がいるマジで好きだったからさ、高校の時とか、中学高校の時とか、ああ、柳ね。中高の時とかマジ見てたからさ、しかも救われたんだよね、俺がいるにすごい。ああ、これはこうっすね。で、ちょっと延命してあげないと、バルーンが吸えないんで。よいしょー。オッケー。まあ、とりあえず、ノーダメキング起動しっかりしといてあげて、はいはいはい。備えていきましょう。まあ、エレジェイだったらね、こいつ飛ばせるんだけど、でもとはいえあいつが、ザッピーやばいな。ザッピーに秒速ボンバートルネして、ボンバーが一発ぶん投げた後の、まあ、トルネだったら、トルネじゃなくてヤナメだったら許せますね。じゃあキング起動したんでご褒美ケツゴレからいきますね、これは。相手回転めっちゃ入ったわけじゃないから、そう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 、オッケーオッケーオッケー。これは、ザッピー結構前に来てくれるんで、あえてボンバー出さずにヤナメを使わせない立ち回りでいこうかなと思います。よいしょ。じゃあこれ一回ゴリ爆破で全部飛ばしてあげて、まあ諦めも肝心。無理やりにゴリ押してカウンターもらうぐらいなら、オッケー。これボンバーが次行きますね。ボンバーまで行っちゃってもいいけど、インド来るか、ファイボ。ボンバー出して、これから行くか。逆サイのバルーンはごぼうりで守りたい。ギガもいるからね。ルート強制しっかりしてくるかな。これトルネロリババで剥がす説あるな。よいしょ。スケブ来るから、もう来なかった。相手もうまいですね、これ。しっかりと立ち回り変えて。ボンバーちょっとね、ここら辺で使っていきましょうか。さてどうしようかな。これライティングいきましょう。インドラもうだるいんでね、だりーってなってるんで、インド飛ばしてあげて、でボンバーはしっかりこんな感じで、どうせ2コスなんだよね、やりごくとかと一緒って考えたらいいでしょう。これいきます。もう一枚絶対ベビーの方出てくると思うんで、そろそろ来るよね。 OK、 これはダクネと降りでなんとか守ってあげて、 OK で、ヤナメも使ってくる。これですね。こうしましょう。で、メガナイトからのザッピーかな。 OK、 これ美味しい。いやー、これが強いんだよね、マジで。ボンバーこれが強い。んで、すかさずダクネ出してあげましょう。このね、ダクネ追加が速攻火力出るんで、これファイヤーボール打っても、何かしら残る形になる。オッケーオッケー、いい感じの推しですね。遅延ゴレの、なんか課題だった、その、火力不足って部分が、このダクネの速攻性が出たことによって、なんか結構改善されて、俺はこのデッキすごいね、気に入ってますね。強いんじゃねえかなと思ってます。さあ、ラスト、クエイクデリバリーウッド。まあ、デリバリーの強さはね、やっぱしっかりと伝えていかないといけないので、このロイホグデッキガチで強い。マジで。ゴブドリ、前シーズンのゴブドリぐらい強いですね。さてと、よいしょ。ボンバーから行ってあげて、クエイクはちょっと待つか。いや、撃つな、これ。行きましょう。撃ってあげて、早めに出します。エレジャイか、相手。エレジャイっぽい。一応デリバリーで処理する感じでいきましょうか。あれタイミングタイミングタイミング、よいしょ。自陣入って、で一応ボンあいつ切ったんで、ボンバーここは多分つけてこないと思うから、オッケーオッケーオッケー、来ないですね。
ボンバーとスケでしっかりと回収。まあ、あのボンバーは許容でもいいし、まあ、ウッド使うか。ウッド使って削ってきましょう。これ相手エレジャイですね。まあ、ハンター2周回して、頑張っていきましょう。感じでいきますか。これクエイクね、撃ちます。マザネクに。ゴボリは言うてボンバー後ろから合わせりゃいいんで、これでもう一回ゴボリから入ってきてくれたら美味しい。オッケー。で、デリバリーだけ出してあげて、はい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 。相手のケツエレジャイね、ワンチャン来る。ハンター切ってから、スケで回します。これハンター2周目。絶対多分来るんで、ライトニング。そこに合わせて、持っていきたいですね。OK。ハンターが強いのよ。ライト打たなかったら、こんな感じで守れちゃうっていうね。いやー、素晴らしい。LJ の体力減ったことによってね、さらにしかもダックプリ切ったんで、相手。行きましょう。OK、このインド腐った。ここクエイク打ちません。マザネクに打つよ、これ。これまで使ってくれた。一応 LSP で警戒だけしとかないと、事故る可能性がある。マザネクで読まれてもボンバーいるから大丈夫。ダックプリが出てくるか。ボンバーから来ました。OK、左行きましょう。よしよし、ここワンチャンエレジャー行きますね。端前に。これはハンターから。あくまでハンターから回してあげて。こんな感じですね。OK、ライティング使ってくれた。これはウッドまで行きましょう。インドがやばいんで。あ、マザネックか。いや、強いんだよね、ハンターがマジで。で、LSP だけ出しといてあげて、これもあとクエイク打ち続ければ勝ちです。よいしょ、ルーフが入って、ウッドも使って GG ですね。強いんよねー、これがマジで呪文。いい感じでしょ、みんな。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、いろんな呪文が本当に今いるよねって言ったのがね、ギュギュッと詰まった、動画になっていると思います。ということで、皆さんね、江口さんからもぜひ見てください。では、おつめしバイバイ、またねー。